さあ、マージャラまた押して。再戦ウイルス。再戦ドリーム。これね、思ったんだよ。やりながら。これ、ビームを、誘発させた方がいいんじゃないかと。5発しか当てれねえんだもんね。ビームを誘発させて、まあ、最初のうちはこうね、当てた方がいいけど、当てときゃいいけどさ、後にきつくなってくるわけさ。ここまでね、真ん中に折ってBもいい席来るタイミングで、まだか、これ2体で2体で出たタイミングで出てくるんかな、これ。あ、違うね、回数かな、まあ、3回だもんね。さっき何回やったっけ。邪魔邪魔邪魔。4回これ。やっぱ HP 何割かとかなんかな。真ん中だもんね、今。早いな、マジロックバスター。電車が。あ、いたいたいた。このタイミングか。半分ぐらいかな。多分5回になってからかな。誘発させようか、誘発。うん、そうだね。また見つけてしまった。あ。もうこれはきつい、電気きつい。もうしょうがないとはいえさ。あかん。あと400だけどいけるこれ。これウイルス出しっぱなしって手もあるのこれ。それはダメか。危ねえな。消しとかな。ねえ、これきついね。もうねえ、これねえ、でれでれ。まあ一番きついのは火なんだけどね。はい。どうだろう、ダメージ回数減るけど、こっちの確率かな？わかんなぁ。あ、またマハジャラマか。マハジャラマー。もうあれ苦じゃねえわ、もう。修行。修行で頑張ります。マジでいい壁になんな、こいつ。2体出たタイミングかな？そんな気がすんな。違うな。いつのタイミングだろうな。当たるんかい。え、真ん中にいても食らうのか、これ。くぅ、しまった。わかったぞ。一番後列にいるから、あれやってくるんか。なるほど。この真ん中のさ、真ん中っていうか、出てくるやつうぜえな、ちびっこ。電池じゃねえよ。しまった。これ完全パターン掴んだんじゃない？これ。イエローきついな。イエローきついな。イエローきついな。あ、でも逆転取れば？逆転取れば10ダメージか。いや、10ダメージも食らうんか。
下半分。俺の先方はこの前にいるとこの、あ、そんな関係ねえな。普通に与えてくるわ。いや、そんなこともランダムなんかな。確率が高いだけであって、そんな気はないと。いや、そんなこともあるか。わかんねえな。いや、そんなことあるな。わからんな、これは。いや、そんなことあるな。パターンとしてはありえるな。出てくる他のやつが。いや、これダメだ。でもいける。ダメージ食らわなきゃさえすれば、あの流星群100ダメージを受けれる。マハジャマルルル。もう時間を奪うな、マハジャラマ。もう何気に木のやつも一番きついんだよな。木が一番楽か。あかん。あと一回。あと一回で300。運だな。あら、関係ねえわ。確率なんかな、これ。やっていくしかねえな。そして時間奪う、バハジャマルルル。惜しいとこまで行くんだけどな。さあ、俺のレンダー力とバトルだ。ドリームウイルス。来た。あー、あと一発。いけるかな、これ。なんで、くっそ、悪魔殿、汗かいてきた。エアコンつけるか。ああ、汗がすごい。運動以外で汗かいた、久しぶりだ。このエレキがマジきつい。あー、ダメだ。連打が疲労で。あー、邪魔くせー。あと3回受けれるぞ。あー、タイミング悪かったな今。今のは電気か。さあ、カモン。よーし。
あーこれさ一番きついわ、それが。よっしゃ、オッケー。あー検証へなりそう。穴が2つ開いてる。脱出用ポットが。じゃあ一番きついよ、マハジラマが。ドリランドが。なんということじゃ。なんてことをしてくれたんだ。我がワールドスリーと血と汗と涙と、T シャツとワイシャツが。危険警報。ドリームウイルス暴発。影響で施設内のすべての機能がウイルスに感染。自爆装置は作動しました。この研究所はまもなく爆発します。どうやって帰るんだ？メトロが大丈夫なんか？プラグアウトだ。うん。あそこは普通にプラグアウトできるんだ。あ、いや、小学生が。光。なんて熱いやつなんだ、炎山。おう。ドリームウイルスは、持ち。ギャー。他のみんなは、ひぐれさ、避難させてやる。有能。さすがオフィシャルネットバトラー。大人はどこ行ったんだよ。大人は先に帰るなよ。ワイリーさん。え、行こう、あれ。あ。ここで死ぬんだ。あれ、おじさんがいないけど。あの、元団員の、おじいさんか。覚悟をしていたけどね。ねえ、ゆういちろうさん。おう。でも、ママに。まあ、もう本当に家をうまく思ってくれたね。ありがとう。作った家庭だもの。専業主婦が、黙れ。トゥ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 、もう一人生まれそうだな。いい年してやるよ。いや、若いだろ、お前ら。30ぐらいだろ。よくて。私たち見習わないとね、こんなデレデレすんの。鈍感なんだから、ねえ、ローラちゃん。兄さん。兄さんもイチャイチャしてる。あんなんなら、助けに行くんじゃなかったよ。一番近くで見てるの、炎山っていうね。どう思うんだろうな。熱いわね、お二人さん。そういうことなのか？俺は違うぞ。あれ、こんなベタベタしたストーリーだっけ？あれ、いつの間にかマリコ先生。氷川さん、いつまでついてくんだよ。早く帰れよ。氷川の元に。氷川くんの元へ。義理人情に熱い男よ。気にすんじゃねえ。帰るにしてんぜ。これ一人一人、何、後日談みたいに会話してくの？お、これもデレデレしとる。やれやれ、平和の奴らだ。はっはっ。たくさん助けてもらった。そうだっけ？礼などいらん。お前のおかげで、俺は今回、手柄なしだ。いやいやいや。お前のおかげでマハジャラマが倒したんだ。サンキュー。その言葉は今回だけど、真のヒロインは炎山か？解決するのは炎山様とブルースだ。いけないぜ。な、ロックマン。兄さん、何だって頑張っていこう。わかった。朝だけは自分で起きてくれる。プログラム不正が起こせよ。うー、ガウ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 。あ、防犯システム古い。え、科学省の一番偉い人は、一番偉いっていうか有名な人がいるのに、バグとか言うなよ。ガウ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 。ネットくん？お。ピーン。あれ、意外とあっさりしとんな、ストーリー。もっと、ね、なんか、途中で言ったかもしれんけどさ、30時間ぐらいかかるゲームかと思ってたけど、
そうでもないんか。意外とあっさりしてんだ。俺の連打無駄じゃなかったな。じゃ、ストーリーに関してだけどさ、もっとヒノゲンとかさ、マハジャラマ、あのおばさん、エレキ伯爵、もっと出てくるかと思ったのに。期待外れだな。期待外れも言うんで、ねえか。そんな古いゲームに。最終戦でさ、ワールド3の殿堂で、なんだっけ、ヒートマンじゃないや。ファイアマンとさ、エレキマンとね、あの辺がボスとしてさ、出てくると思ったのに、強くなって。一切なかったね。覚悟してたのにな。ああ、こっからまた10時間かかるんか、と。期待に汗涙してたのに。まあ、その辺置いといてね、まあ。面白かったわ。この電脳のね、小学生の書いたような迷路を覗けば。まあまあ楽しめたわ。ストーリーだけでもロックバスターでいけるもんだな。ほぼ何も下調べなしでやってたけど、いけるっちゃいけるんだ。じゃあ、ロックマンエグゼバスター縛り、以上ということで、2はちょっと未定で、ちょっと下調べするわ、2からは。ちょっとだけね。1は意外とロックバスター使わずにさ、いけたし、あれ一人やんけ、こいつら。もっと出てこいよ。特に日野剣。お前、ずっとガスのおじさんの、ロックマンなぜ？ガスのおじさんの真似しただけじゃないか。あれ、エンディングも早い。おしまい。12時間か。ほんと短いな。もっとやってる感じするけど、気のせいか。じゃあ、今回か。ロックマイグゼバスター縛り、以上ということで、ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。2はやるか、未定です。